さっぱりとした風味が特徴のカボスブリは、餌にカボスの粉末が混ぜられていて、佐伯市や臼杵市、津久見市などで養殖されている県のブランド魚です。本格的な出荷シーズンを迎えたことから、今朝大分市の公設地方卸売市場では、漁業関係者が参加して旬入り宣言式と試食会が行われました。今年は赤潮の発生や夏場の海水温の上昇で餌の量の調整が難しかったものの、例年通りに無事成長しているということです。魚臭さ、そういうのがもう全然なくて、よくカボスも効いてるし、味もいいし、身も引き締まってるような感じがします。もうぜひとも食べていただきたいなと思ってます。カボスブリは来年3月までにおよそ635トンが関東を中心に県内外に出荷されます。